皆さんこんにちは。ゆなです。さかです。エイティブログです。私たちはひまか島に来てます。タコさん、はい、愛知でタコで有名な島です。そうだね、知多半島の一番先っぽから船でね10分ぐらいかな。今日はちょっと自転車をレンタルして島をね、はい、一周してみたいと思います。今日ちょっと特別にアカソという会社のBrave 7LE というアクションカメラなんですけど、これをもらって今日これでちょっといろいろ撮りたいと思います。行きますか。行きましょう。で最初にこっちに自転車にマウントしていきます。はい、おお、タコさんの駐在所めちゃくちゃかわいい。まだ出発して3分。おお。あっちから来てるんじゃない？そうだね。だめっちゃ近い。そう考えると泳げるんじゃない？頑張れば。そんなに泳げたっけ？めっちゃ気持ちよくない？気持ちいい。気持ちいい。自撮りをしてるからめっちゃ危ないことをやってるよ。いやでもこれ車が走ってないから。そうだ、ね、しかも大体これみんなね同じ方に回り方する。なんていうの、なしなし。今のカット。今のカットで。この信号が島の唯一の信号だよ。あ、そうなの。島に1個しかないんだ。1個しかない。でもパカパカしてるからあんまり意味をなしてないよ。タコタコタコ、これタコの唐揚げ、これゆでタコ、タコタコタコ、うん、うまっ。タコの唐揚げ、うん、超美味しい。これ、うん、うまっ。ね、うわ、プリプリじゃん。うん、綺麗にぐるっとしてるね。うん、美味しい。うん、そうだね、タカが。でも、買う気いいよ。うん、うわ、うご。10点中何点？10点。さっきのは20点。うわ、うまっ。ビール飲みたくなってきた、この暑さで。危ないよ、飲酒運転になっちゃう。そうだよ。では続けましょう。あと15分しかないから急いで。意外と時間がない。1時間のレンタルにしたから2時間の方が良かった。行きましょう。ひまか島で一番有名なスポットはあそこ、ブランコがある。すごいね、空中ブランコ。これじゃん。はい、うん、そう、すごい行列。うわ、すごっ。何分待ちなんだろう。これも1時間待ちなんじゃない。ダメだ。一番人気スポットはちょっと今回行けませんでした。もしね、来る人時間に余裕持って行きました。ということで今ねレンタカーレンタサイクルをね返却しました。はい、
で次はご飯、お腹空いてきた。はい、ということで今ねお昼ご飯待ちです。はい、名前を書いて7組ぐらい待たなきゃいけない。ちょうど時間があるからね、ちょっと赤楚のことを紹介しようかなと思います。なんかアクションカメラで言ったらこれ結構なんかコスパがいいモデルだな。ものすごく安い、$140だから15,000-16,000円ぐらい。前と後ろに画面がついてて、タッチスクリーンで 4K 撮れる。そうだよね、防水、手ブレ補正も結構強いし、そう、スタビライザーもついてる。だからアクションカメラとしては最低限の機能はちゃんと持ってて、いろんなアクセサリーがねいっぱいついてくるんだよね。自転車にマウントするやつとか、頭につけるやつとか、ヘルメットにつけるやつ1点だけ。もともと内蔵してるマイクはそんなに良くないから、まあ、それオズモもそうなんだけど、そう、私たちはオズモにちゃんとマイクをつけて使ってるから、そう、だから音はちょっとね、だいたいアクションカメラは、うん、音がそんな良くないってこと。はい、ということでお昼ご飯待ちましょう。食べましたね。いや、めっちゃ食べた。食べすぎた。シラスうま。中島はタコだけじゃなくてシラスも有名なので、まあ、そうだね、両方が食べれた。暑いです。気をつけて。はい。うまそう。ハイライライゲット。熱々でしょ、絶対に。めっちゃ美味しそうじゃん。ありがとうございます。うん。ここまで価格も高いです。持ってきてる。あげないよ。ほらほらほら。うま。まずいよ。これうま、うん。ハイライライ初めて食べたけど。うん、確かトッキーなホタテみたいだね。うま。食べ応えめっちゃあるし。そうですね、入らない。売店に入りましたね。ひまかの島のり、あーこれうまいよね。ひまか島に来たら絶対これ買うべき。マジでおすすめ。そうだね、家になんかよくある。もうストックがいっぱいある。はい、ひまか島見終わりましたね。いやー一日楽しみました。そう、楽しかった。もうちょっと長くてもよかったけど。そうだね、ちょっと自転車を2時間レンタルすればもうちょっと、そう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 、違うところももっとゆっくり見れたけど、ひまか島の動画が楽しかったならいいねボタン押してください。赤楚買いたいなとか、もうちょっと知りたいなっていう人はぜひ概要欄で見てください。そうだね、概要欄に載っけておきます情報。はい、この動画をここで終わりにします。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。